った今後ろからおっさん来てるよね。誰誰、イビリ、ええこれ兵士の人、知らなんだ。ちょっと待って、王様のカードとか見てみない。あ、むしられた。うん、城の内部情報については話せん決まりだ。ああそうだ、私のカードもあげとこう。やったね、ありがとう。そうだ、その前にワンダさんに指輪を返したりもしつつ、いっぱいやっていくんだろう。お、ところであんた初めて見る顔だね。顔って言っても何にもないけどね、向こうが透けて見えるよ。さて何出そうかね。オレンジジュース、ブラッディーワンダ。お金あんまりないからオレンジジュースで。ボヤは初めてだから知らないだろうけどね、こう見えても私若い頃はそりゃスマートで随分チヤホヤされてね。いやー、それは面影ないですね。いや、今は随分とこう太ましい。あの上にいるのがワンダさんの若い頃。綺麗ですね、ワンダさん。今はもうこんなに広がっちゃってね、ここから出られないんだよ。出られないほど太っちゃったんですか。これはこれで楽しいけどね、仕事には差し支えないし。でも心残りが、昔パン屋の近くで指輪をなくしてね、それは綺麗な指輪だったよ。サンライズパールでね、朝だけキラッと光るんだよ。そりゃ綺麗なもんさ。ごちそうさま。王家のカードとか見てみません？王様について知りたいのかい？そういうことはお城の人に聞くといいかもしれないね。飲んでる時は口が軽くなるから、いろいろ聞いてみるといいよ。そうそう、私のカードも受け取っておくれよ。ありがとうございます。ワンダさんのカードゲッツ。イビリーのカードとか見てみない？あれ？あ、イビリーのカードとか見てみません？イビリーかい？ここにはよく来るよ。近頃は三日月の日に来てたね。お、今日三日月の日だ。ふんふん。ワンダ、オーケー。おもちゃは？なんだいそれは。わからないと。大臣のカードは？大臣について知りたいのかい？そういうことは後ろの人に聞くといいかもしれないね。さっきと一緒だな。おばあちゃんの写真は？あら、あれ？おばあちゃんの写真を見てください。かわいそうにね。今は一人で暮らしてるみたいだよ。ばあさん一人じゃ心配だね。何を言う？名前を入れようがいるじゃないか。そういうこと言うな。あんたももらったのかい？きっと気に入られたんだ。悪ぶってるけど純情な人なんだよ。そうか、ガスさん、実は純情。ほい、おお、取ってきてくれたのかい？嬉しいね。じゃあ俺に私のお気に入りの MD をあげようかね。お、やった、気が向いた時に聞いておくれ。やった、ラブゲット。 MD も手に入ったのかな。あの子も恋する年頃さ、好きな人の一人や二人いるだろうね。ちょっと聞いてみようか。 B だ。仕事は門番、趣味はエアプレーン、そしてバツイチ。バツイチ、かわいそう、なんかかわいそうになってきた。はあ、フローラさんは町の小鳥たちについて聞きたいのか。誰もが餌をもらって安心しているみたいだな。ウィー、月が消えたあの夜、今では誰もあの日の不安と混乱を覚えてはいない。勇者とドラゴンの物語が町の小鳥たちに安らぎをもたらしたということか。うん、ウィーウィーウィー。うん、愛か。愛ってなんだろうな。王様が鳥を可愛がるのは愛だと思うか。もし鳥が王様に愛されて幸せというならば、みんな鳥になればいい。鳥になって餌をもらえばいいのだ。今日はちょっと飲みすぎてしまったみたいだ。余計なことを話しすぎた。酒の席のこぼれ話、どうか忘れてくれ。うぃー。あ、ちょっと待った。体力やばい。こんなことをしている場合ではなかった。うん。
ところで最近ずっと考えてることがあるのだが、ちょっと聞いてくれないか？うぃ。愛ってなんだろう。私の夢は家族と一緒に暮らすことだ。安らぎのある家庭、穏やかな太陽の日、家族で街を散歩する。私にとって愛とは家族のことなのだけれど、私はバツイチのイビリー。ウィー。愛と家族と平和と安心。どうだろう、大臣の世直し計画は街の者たちを幸せにしているだろうか。どうだ、お前はどう思う？ウィーウィー。愛って何なんだ？ウィーウィー。ああ重いわ、それ重いっす。あ、てか体力本当にやばい。これもう一個クッキー食べようかな。クッキーいっぱいあるしね。待ち、ストック。はい、で、クッキーを食べてみよう。伸びた。吉田さんとか、いるのかな？見たかったな、ちょっと。そういえば、なんか、何、どうしたの？あれさっきなんか、あれだよね。スライム連れてった人だよね。何事？こいつの、いた！キャッチ！イェイ！イェーイ！大成功だぜ。この UFO キャッチャーみたいなキドラー救出の敵方はちょっとどうなんだろうね。よし、やったー、ラブ。今日はラブ大量ゲットですよ。おお、ネカももらえて、オレンジジュース代はこれでチャラだね。よかったよかった。よし、お家に帰ろう。おばあちゃんただいま、もう寝てるかな。寝てるね、おばあちゃん。よし、僕も寝よう。はーい。ラブいっぱいもらったから、きっとあの変なの来るね。さあ来い。来た。名前を入れようの集めたラブは、ワンダの指輪を見つけてあげたのね。それもラブ、これもラブ、そして動物たちの魂からラブです。キラドおめでとう。名前を入れよのラブがまた一つ深まりました。これで名前を入れよのラブレベル3、愛の第一歩。次のレベルまであと1ラブが必要です。まだまだ世界にはラブが散らばっていますよ。これからもたくさんラブを集めてくださいね。この人は結局何者なんだ。レベル3になったけど未だにわからない。何なんだろうね。おお、ちょっとまた体力ゲージが伸びた。よし、クッキーをもらってタンと話して、どうしようかな今日は。一箇所ね、実はちょっと気になってる場所があるんですよね。もうさっきのなんか変な奴らも気になるんだけど、ちょっとね、勇者様の行った方向、こっち気になるんだ。何かあるのかな。